皆さんこんにちは、レック専任講師の木村です。皆さんこんにちは、レック専任講師の松本です。はい、とうとう合格発表ありましたね。ありましたね、はい、合格された皆さん本当におめでとうございます。ちょっと令和5年の試験合格ってすごくない？本当にですね、もういろいろ皆さんこの3ヶ月余りずっとね悩まれてたとか思います。本当にもうその中で、ね、もやする気持ちわかる、うん、その中で合格ね、きちんと掴み取っていただいた皆様は本当に素晴らしいです。改めておめでとうございます。おめでとうございます。いや、もう本当に私だったら自信ない。もうこんなことをね、ちょっとこの講師の立場で言っていいのかわからないけれども、やはり当日あの問題を見て、ほとんどの人がもうプチパニック、もうある意味絶望みたいな、うん、そういう感じでしたよね、うん、その中ででもやっぱり気持ちを切り替えてできることをやった、はい、もうそれだけですごい。そしてもう何より完走したこと、うん、本当にそれが素晴らしいです。いや、でも変な話、本当にこんな問題って言っちゃまずいか今のはちょっとカットでそう、でもこれを完走するってすごいと思う。本当にそうですね、まあ、特に土地ですか、うん、うん、やっぱり80分90分かけちゃったなんて声もいっぱい聞いてるので、ちゃんと時間内に完走できた方本当に素晴らしい。そしてきちんと合格していただいた皆さん、うん、本当に素晴らしいです。本当にすごいと思うけど、ただまあいろんな、ね、受験生から報告もらって、本当にいろんな回答の人が受かってる、うん、だからやっぱりそういう問題だったんだなって言わざるを得ないのかな、はい、そうですね。で、合格する方もいらっしゃれば、うん、まあ、当然、ね、うん、今回残念な結果だったという方もね、当然いらっしゃるということになります、はい、もちろんそういう試験だから、もう全員が合格できればもちろんね、それが一番いいんだけど、うん、そうじゃないことは最初から分かってる。で、実際に残念だったっていう報告をしてくれた方もたくさんいます。まずは報告してくれてるっていうことに私は感謝したいと思います。もし自分がダメだった時に、まあ、講師に報告しようなんて私は多分思わないんです。なのですごく悔しい気持ちを報告してくれた人で、一人すごく印象に残っているのが、先生に言われた通りやること全部やりました、でもダメでしたっていう報告がありました。で、その人には自分を責めないでくださいって私言いました。で、今回は私の力不足もそれもあると思うので、絶対にここで諦めないで次回に向かってほしいっていうことを言いました。で、それを約束してくれました。多分そういう人いっぱいいるんですね。そうですね、はい、なので今回残念だった方もやっぱり今年の問題は特に本当に考えさせられるような要素多かったです。なので、うんうん、まずはご自身の努力は認めていただきたいなと、はい、で、自分がやったことは責めないで、で、うん、気持ち切り替えるの難しいと思うんですけれども、ぜひ切り替えていただいて、今度は令和6年度の本試験に向かっていっていただきたいなというふうに思います。はい、で、まあ、この動画が少しでもね、ちょっと背中を押すことになればいいかなと思って、ちょっとお話ししたいと思います。はい、はい、じゃあ改めてもう一度本試験のね、筆記試験の結果振り返ってまいりましょう。はい、はい、今右側ね、ピンクの枠で囲っている部分が令和5年度の筆記試験、はい、これの最終的な発表というところになります。はい、はい、受験者数ですとか、まあ、出願者数ですとか、まあ、合格率、合格者数なんかもね、昨年度とほとんど同じという結果になりました、うんうんうん、で、皆様ね、気になっているところは当然、はい、今回ね、基準点ですよね、ちょっとね、下2つなんですけれども、はい、書式の基準点、記述の基準点が29点で、総合の合格点が72点というところでしたね、まあ、これはまあ予想とほぼほぼ同じってね、はい、言っていいでしょう。はい、はい、そしてじゃあその記述ですかね、先に見ちゃいますと、記述、はい、あ、そう、はい、29点が、はい、基準点だったぞというところで、大体割合で言いますと、はい、もちろんね、これ記述採点していただけるのは択一のね、基準点突破した人の中から採点していただいているってことなんですけれども、うんうん、29点で大体3割弱っていうところですかね。まずはそこまでね、乗ってきた方がいらっしゃって、でも最終的にはというところで、総合の合格点、はい、72点超えている方が496人いるんですね、496人いる。でも総合筆記の合格者といいますと428人しかいらっしゃらないんですね、うん、はい、ってことはどういうことかというと、はい、総合は超えていたんですけれども、うんうん、記述の基準点を超えられなかったよっていう方が、うんうん、まあ、70名弱いらっしゃったということになりますかね、うん、まあ、今回
まあ、記述に関して、まあ、いろいろねちょっと疑義があるようなことを言ってるけれども、うん、ただまあこの部分って昨年とほとんど変わってないんですよね。そうですね、うん、だから記述の足切りにあっちゃう人が、まあ、もっと多くなっちゃうのかなとも思ったけれども、まあ、実際そうでもなかった、うん、ってことは、まあ、採点が、まあ、どういうふうになったって考えればいいのかな。まあ、結局ねここのところは何とも言えないけれども、ただまあ出題の趣旨というところで、はい、まあ、法務省さんがまあ想定している回答っていうのはちゃんと出てますよね。なのでここちょっと振り返ってみましょうか。はい、それですね、午後の部の第21問からというところで、はい、一応ねこんな風にね、法務省の方から出題の趣旨ということで、はい、公表されましたというところで、うん、まあ、気になるのは特に問いの3と4ですよね。もちろんそうですね、はいはい。で、前回の動画なんかでも皆様ね、あの二筆分筆しちゃったよとかっていう人が多かったよなんて話はしたんですけれども、はい、まず問いの3ですね、はい、史跡測量図の作成というところだったんですけれども、やっぱり分筆の登記の申請書、それに添付する史跡測量図だったよ、まあ、何筆かっていうところは ね書かれてはいないんですけれども、まあ触れないですよね、うん、まあでもおそらく三筆分筆をね意図したその史跡測量図を作成していただきたかったんじゃないかなっていうふうに思います、はい、そしてそれに続く問いの4でしたよね、はいはい、ここがですね、まあいろいろあったかと思います。うん、で一応法務省の公式の見解としますと、土地の地目の変更及び合筆の登記等とありますね。等って何やねん。等ってあります、はい、なので、まあ、基本としましてはレックでもね模範解答として出させていただきました土地地目変更そして合筆の登記を一応申請情報で申請する、そんな申請書を完成させていただくというのを、まあ、想定していたんだろうなというところ、うんうんうん、じゃあこの等って何ですかっていうと、うん、はい、まあ、うちの方でも、まあ、でっかい案としてまあ出させていただいた、まあ、地目変更文豪筆登記なんかが該当するんじゃないかなというふうに思います。うん、はい、なので、まあ、いずれの回答を作成された方もそういう意味ではあの点数ついたんじゃないかなというふうには考えられます、うんうんうん、まあ、実際に報告受けている、ね、まあ受験生のまあ話なんかを聞いても本当にあの土地地目変更合筆登記した人、うん、あとそれからまあ地籍測量図の方で二筆分筆三筆分筆、うん、ね、あとはまあ文合筆という話も聞いてるから、うん、合格者、ね、合格しましたという報告の中でももうこれだけ割れてる、うんうん、なので何が言えるかって言ったらやっぱり感想ですよ、うん、本当にそうですね、うん、まあ、最後までいかなかったとしてもとにかく合格点が取れるだけの、うん、まあ、分量をとにかくかけたか、これってすっごい重要だよね。もちろんね最低限の知識というのは当然必要ですけれども、うん、その上で一貫した回答をやっぱり作ってくるっていうのが、うん、改めてねなんか大切なんだなっていうのをねちょっと実感したっていうところです。そう、結局基礎がきちんとできてないと書くこともできないもんね、うん、まあ、悩むこともできないかなって思うので、ね、まあ、最終的にはやっぱり基本、うん、重要かなっていうところに落ち着くんでしょうか。はい、じゃあ建物の方もねちょっと、はい、出題の趣旨振り返ってまいりましょうか。はい、建物の方はまあおおよそ、はい、皆さんね、うん、同じような見解だったんじゃないかなというところで、うん、申請すべき登記の内容は区分建物の表題部の変更の時、そして、うん、区分建物の区分合併、これを一の申請情報でね、うん、作成するという流れでしたね、うん、まあほとんどの受験生がこれは読み取れてるんじゃないかなっていうところ、ね、まあ、ただしね、うん、あの建物の表示欄なんかをどうやって書いていいかわからないよっていう方はね、うん、たくさんいらっしゃったかと思います。あれも敷地権が逆にあったらもうちょっと書きやすかったんじゃないかなっていう気は個人的にはしてる、ね、はい、うん、はい、一応でこんな風に法務省の方からね、出題の趣旨ということで公表されました、はい、で公表はされたんですけれどもね、やっぱり先ほどからお話ししている通り、うん、合格された方は結局は一貫した回答を作られてきた方ということになりますね、うん、はい、まあ、あとはだから本当に自分を信じて書き切れるか、うん、書き切った人はほとんど合格してる、そんな風な印象を受けます。あと一つ言っておきたいのが、うん、今年、まあ私の主観ですけれども女性の合格者が多分多い、まあ、どうですか、ダメ、あんまり、あんまりね女性だ男性だって言うとねちょっといろいろまあ語弊があるけれども、ただやはり女性が受験生の数として少ないのは事実なので、うん、合格報告が多いとなるとそりゃテンション上がりますよ、うん、
まあね、男性も本当に頑張ってくれてるなのでなので本当にもし今回ね番号がなかったっていう人もここで諦めては欲しくないですね。特に、うん、令和5年の本試験を受けて諦めちゃうっていうのはもったいないです、うん、もうちょっとね我々でさえいろいろ考えさせられるような出題だったんです、うんうん、なので、うん、それだけで諦めてしまうのは本当にもったいないので、うん、ぜひね令和6年10月ですねまた向けて頑張っていただきたいなというふうに思います、はい、逆に言うと基本的な問題が出てくる可能性高いと思うんです。なのでここまでしっかりとね土台作ってる人はこれはやはり令和6年チャレンジしてね、うん、考えてもう遅くないんじゃないかな、はい、はい、一緒に頑張りましょう、はい、はい、ではですねじゃあそこで話戻りまして、じゃあ今度はですね合格された方に向けましてちょっとねいくつかお願い事項といいますかぜひこんなのもご協力くださいというところのご案内になります。はい、はい、それがまず一つ目ですね。はい、口述試験の報告とそして合格体験記の募集ということをねさせていただきたいなというふうに思っております。はい、この動画をね皆さんはどのタイミングでご覧になられているかというのはわからないんですけれども、筆記試験合格された方は1月の25日にですね今度は口述試験があるということになります。はい、まずはねしっかり対策していただいてというところなんですけれども、うん、はい、はい、その試験が終わりましたら、はい、ぜひですね何を聞かれたのかなとかあるいはどんな雰囲気だったかなっていうところをぜひねレクの方にですねはいちょっと質問事項に沿ってその回答をねぜひしていただきたいなというふうに思っております。はい、もちろんね覚えてる範囲で構いませんのでぜひご協力いただけるよという方はねぜひよろしくお願いいたします。はい、まあ、この報告と下の合格体験記に関しては、はい、もうこれは皆さんの後輩にあたる、ね、まあ、令和6年の受験生のためにもなりますから、はいはい、ぜひお願いしたいと思います。あと我々が嬉しい嬉しいです合格体験記は本当に読んでちょっと泣いちゃうもん、はい、うん、いずれにしましても皆様のご協力本当にお待ちしております。はい、お願いします。はい、そしてもう一つあります。何かと言いますと、はい、開示請求答案の募集になります。はい、はい、特にですねもう令和5年度の本試験も先ほどからお話ししている通りいろいろもう考えさせられることが本当に多かったです。なので採点基準も正直我々現時点でどうなってるかさっぱり分かりません。もう、はい、なので皆様のご協力が本当に必要不可欠になります。はい、なので合格された方も、まあ、残念だった方も、はい、いずれにしましても、はい、ぜひ皆様記述の答案開示請求していただきましてそれを、ね、ぜひレックの方に送っていただければなというふうに思います。はい、まあ、合格された方は本当に、ね、後輩のためというふうに思っていただいてで番号がなかった方はもうご自身のためこれは絶対にやった方がいいと思います。はいはい、でやり方なんかにつきましてはホームページからね、法務省の方アクセスしていただきまして一応ねちょっとメモ書かせていただいたんですけれども、はい、その中に、はい、各請求書様式なんていうものがありましてそしてその中にですね、まあ、司法書士とかってある中に下にですね、まあ、ちょっとちっちゃいんですけれども土地家屋調査試験の答案用紙なんていう、はい、ワードや PDF の形式なんていうものがあったりします。はい、そこから、請求書をダウンロードしていただきましてで必要事項を記入していただきましてそれを、まあ、送付するなりしていただけますと開示請求とは請求することが可能ですのでねぜひご協力のほどお願いいたします。お願いします。はい、こちらですね。はい、そして最後にですね、はい、これは合格した方に向けてというところなんですけれども、はい、令和5年度の土地家屋調査試験合格報告交流会というものを2月23日にですねこれ祝日になるんですけれどもね実施したいと思っております。はい、はい、現時点では一応まだ予定というところではあるんですけれども、はい、はい、ぜひね皆様合格された方、まあ、同期ということになりますからねぜひ皆様の中でも交流深めていただきたいですし私たちにもその嬉しいご報告なんかをねしていただけると本当に幸せな気持ちになります。はい、ぜひ2月23日開けておいてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、でこれは他校さんの受験生とかどうなんですかね、合格者さん。もちろん参加していただきまして本当に合格された方で、うん、もう本当に同期になるのでぜひねいろんな交流深めていただければなというふうに思います。と、うん、ことでレック生じゃなくても大丈夫そうですよ。はい、ぜひね皆さんご参加してください。はい、待ってます。はい、はい、それではねもう最後締めてください。はい、締めますか。はい、はい、まずは本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、そして合格された方本当におめでとうございます。で番号がなかった方一緒にねこれもう
令和6年に向かって、ね、勉強していきましょうっていうよりももうされてると思うんですよ。そうですね、うん、多分もうね勉強してると思うので引き続き、ね、モチベーション保ちつつ頑張っちゃいましょう。はい、そうですね、もう厳しいことを言いますけれどももう1年ないんですね。もう9ヶ月、はい、はい、なのでそう、まあ、令和6年って言うときながらもう令和6年だからね。なんでもう9ヶ月ぐらいしかありませんのでね、うんうん、もう始めてる方もいらっしゃると思うんですけれどもね、はい、今一度もう一度ねギア上げて、はい、10月まで頑張っていただきたいなというふうに思います。はい、それでですね、じゃあ今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。はい、またどこかでお会いしましょう。はい、さよなら、はい、さよなら。